9時24分安浦駅です。西に野呂山が見えています。10時18分です。ここから東広島市になります。トンネルを抜けると橋が見えました。大芝島です。11時8分、加賀早の駅です。さあ、このまま行きますよ。万と書いてありますね。万寿焼きです。ああ、ここに参道がありました。
11時46分です。秋津駅はもう近いですね。11時55分、秋津駅に着きました。秋津の町は酒造りが有名ですね。さあ、線の横から小福寺山公園登山口となっています。桜の木が多いですよ。これは咲いてますね。どうやらここが一番てっぺんみたいですね。休憩します。13時です。梅が香っていますよ。さあ、13時35分、今東広島ですが、竹原市に入りますよ。13時43分、駅まで1キロの案内が出ました。13時53分です。吉野の駅に着きました。14時、竹原駅です。
正面に酒造りの舞台を設け、江戸時代より酒原の神社となり、海が見えますね。15時22分、滝原駅です。